東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科、橋本です。通常の歯科の常識とは違う、しかし医師には通用する常識で診療を行っています。虫歯というものをどう捉えるか、病態というものをどう捉えるか、腫瘍というものをどう捉えるかによって大きくこの歯の運命は違います。患者さんは治したいと歯医者に行くわけです。しかし漢字を当ててみると、治すのは皆さんはどうでしょう、治療の治というのを治すと考えて言っているのか、あるいは直、つまり、修理の方、物を治す、そういうことで治すと言っているのか、考えているのかということです。それは患者さん側も歯医者側も全く同じです。黒いとこイコール虫歯と我々がつけただけであり、そしてそれを取らなくてはいけないと教わっただけであり、それを行った結果このような状態になってしまっています。そしてさらに虫歯を取りたい患者さんの希望があれば、当然この歯は黒い部分を取る必要があると思います。私はそのように考えておりません。体の一部、虫歯でも当然体の一部です。そこを取るかどうかを判断、それはどう考えるかということは患者さんと相談し説明して行います。虫歯菌が心配だという方は抜歯されてはいかがでしょうか。 100% 虫歯を取る方法、それは抜歯以外にありません。顕微鏡で根管治療しようが何しようが 100% 取ることはまず無理です。なぜなら取れたとして仮定しても、ご覧のように顕微鏡でも細菌は見えないからです。診療用の顕微鏡は高々30倍、多くて50倍が限度です。細菌は1ミクロンです。ですから1000倍であっと1ミリの大きさになるわけです。つまり歯科医師はこの黒いのを取っているわけだから、どんどん歯がなくなります。神経に穴がきます。歯がなくなります。歯磨き一切関係ありません。歯がなくなる原因は歯科医による歯を取るの神経を取ること、それが一番大きな原因ではないでしょうか。皆さんも歯を失ったことを考えてください。痛くて神経を取ったのか、痛くなくて虫歯だからといって神経を取ったのか、どちらでしょう。それは大きな違いがあります。歯科医師は教育により思考停止になってしまっています。学会により思考停止になってしまっています。保険制度の導入により考えるという思考停止になっています。疑いません。現実はどうなのかということもしっかりと見ることが大切ではないでしょうか。そのようなことをカウンセリングでお話をしています。